どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ行きましょう。とりあえず龍之丞行ってみよう。蜜剣に会うよ。龍之丞面会室。相変わらず渋い顔してるな。蜜剣検事、聞きましたよ、学級裁判の話。学級裁判？何のことだ。え、覚えてないんですか。ああ、覚えていない。給食費を盗まれたんですよね、小学校4年生の時。給食費？ああ、そんなこともあったな。なるほどくん、誰も覚えてないよ。まあ、僕以外の人間にはどうでもいいことだろうからね。ミスリケイン知らないんですか？なるほどくん、あれがきっかけで弁護士になったんですよ。バカな。身も蓋もないコメントだな。しかし、とても君らしい話だ。変わっていないな。なるほど。その、呆れるほどの単純さ。まあな。だが、お前は変わっちまったな、ミスリギ。そうだな。悲しいな。なあ、ミスリギ。どうしてお前、検事になったんだ？あんなに父親を尊敬していて、弁護士に憧れていたのに。私は、君ほどバカにはなれなかったんだよ。どういうことだ？親父を奪われ、それでも犯罪者の味方になれるほど、私はそこまで押し通しではない。お父さんが亡くなった事件、容疑者が一人逮捕されましたね。そうだ、チーフとエレベーターに閉じ込められた男、ハイネ・コウタロウという名だ。どう考えたって、犯人はあいつしかいないんだ。なのに、無罪になった。あの弁護士のせいで。被害者の生倉弁護士のことか。15年前のあの日、我々3人は5時間エレベーターに閉じ込められた。助け出された時は極度の酸欠状態になっていて、私は事件に関する記憶をなくしていたんだ。記憶を？今も思い出せない。エレベーターで何があったのか。法廷でハイネの弁護士もそう主張した。酸欠でハイネは心神喪失状態にあったと。結局ハイネは証拠不十分、無罪になった。それからだ。私が弁護士というものに憎しみを抱き始めたのは。カルマ検事とはどういう？彼は私が最も尊敬する先輩だ。私の法廷テクニックは彼に一から仕込まれた。なるほどくんで言えばお姉ちゃんみたいなもんだね。彼は全てにおいて完璧主義者だ。法廷においても人生においても完璧であることに異常なほどのこだわりがあるんだ。完璧？彼が扱った事件で未解決のまま事故になったものは、ただの一つもない。もちろん、敗訴も。でも、それって、わかっている。中には無知の人間がいたかもしれない。しかし、私たちにそれを正確に見ることは不可能なのだ。カルマ検事は彼のするべき仕事を完璧に遂行しているだけだ。とにかく、彼の弱みを見つけるのは不可能に近い。それをもみ消すためならば、彼はどんな手段でも使ってくるだろう。あのなあ、ミスリギ。その話が本当なら、お前も明日有罪になっちゃうぞ。そうですよ。褒めてる場合じゃないでしょ。それが、辛いところだ。やれやれ。なんか突きつけようかな、どうしよう。写真見せたらちょっと辛い気がするけどね。ダメだよ、なるほどくん。お父さんの写真だよ。そんなの見せたら。そうだな。今更見せるべきものじゃないか。なんだ？いや、なんでもない。それ普通に考えて、それはそうだわ。まあ、とりあえず移動しようか。ひょうたんこ自然公園。あ、久しぶりっす。あ、糸の子刑事さん。今日は危なかったっす。ハラハラしてネクタイを一本食いちぎったっす。それはどうもすいませんでした。いいっす。おかげで犯人が分かったっすからな。ボート小屋のおじさんですか？約束するっす。自分は明日の開店時間までに必ずあいつを逮捕するっす。何があっても。それがあんたに対する警察官としての礼儀っす。では、失礼するっす。糸の子刑事、張り切ってたね。あ、それから一つ。何？
今日は森の方へ行っては森の方へは行けないっす。はあ、あそこにはキャンプ禁止だったっす。公園の管理人にバレてしばらく立ち入り禁止になったっす。夏美さん怒られちゃったんだ。まそういうことっす。じゃあまた明日っす。とりあえず管理小屋行こうか。殿様まんじゅう、あの目障りな殿様がいないな。目障りって言うな。屋台も休みみたいだ。確かにアルバイトどころじゃないのかもね。貸しボート前、ここ警察官いそうだな。たくさん、わかんないけど、あのおじさん逃げちゃったんだよね。ああ、まさかあのおじさんが犯人だったなんて。わっはん、この咳払いは。あ、いやいや、ちみ、なんでこんなとこに星掛先生が。ちみたちも散歩かな。うん、青春の日々は青いレモンの香りと。星影先生、何のんきなこと言ってるんですか。ミスリー検事の裁判、明日が最終日なんですよ。そう、それはそうだじゃが、今日の法廷を見た限りではもうあの子も安心じゃろう。それがそうでもないんです。どういうことじゃ。それがまだはっきりしないんですけど、うん、何かわかったらわしの事務所に来なさい。力になれることがあるかもしれん。はい、先生行っちまったぞ。星掛先生何してんのかな、こんなところで。さあ、じゃあ行ってみよう。小屋の中、管理人の小屋、誰もいないね。おはよう、おはよう。あ、さゆりさんだ。あなたのご主人どこ行っちゃったんかな。おはよう、おはよう。この子置いてくなんてひどいよね。おはよう、おはよう。調べるで、ちょっと聞いてみよう。さゆりさん、私たちが引き取ろうか。勝手に連れてっちゃまずいよ。警察の人たちもこいつのことは知ってるだろうから、なんとかしてくれるって。ごめんね、さゆりさん。ダメだって、ナロド君が。悪者にされてしまった。金庫、ちょっと気になるんだよな、さっきから。ああ。この金庫の番号、さゆりさんが知ってるんだよね。ああ、そうだったね。さゆりさん、金庫の番号は ?1128。ねえねえ、開けてみようよ。お金なんか入ってないと思うよ。でもさ、鍵をかけてるくらいだから、それなりのものが入ってるんだよ。そうかな。ほらほら、なるほどくん、開ける開ける。あ、開いた?手紙が一通入ってるだけだ。手紙?つまんない。宛名も差出人の名もない。手書きの几帳面な文字が綺麗に並んでる。三剣霊司に復讐せよ。三剣だと?なるほどくん。なんで三剣刑事の名前が?知らないよ。とにかく読んでみるぞ。三剣霊司に復讐せよ。これが最後のチャンスだ。お前の人生を破滅させた二人の男に今こそ復讐するのだ。こっから今回の殺人事件の計画がびっしり書かれている。生倉弁護士を殺害してその罪を三剣に着せる方法。三剣を呼び出しボートに乗りピストルを二度撃つ。今日の法廷で僕が苦し紛れに説明した通りのやり方が完璧に書かれている。どういうこと?ナロド君。よくわからないけど、どうやら管理人のおじさん、この手紙の指示通りに動いて生倉弁護士を。でもその手紙、一体誰が?それに三剣霊司に復讐せよって、どういう意味なの?あのな、僕にわかるわけないだろ?でも、どうやらこの手紙はすごい手がかりになりそうだな。これは気になるね。誰が、だから黒幕がいるってこと?あのおじさん以外に。どうもそんな気がするんだよな。ゴミ箱なんかないかな。あ!どうした?え、うん?なんでもない。なんだよ、気になるな。あのね、テレビ見たら思い出したんだけど、今週、姫様のスペシャル番組があるなって。なんだ?だから言いたくなかったのに。なるほど。間違えた。貸しボート行ってもしょうがないしな。どうしよう、森は行かなくて?じゃあ、星影先生とか行ってみようか。
どうだっけな。事務所から行きゃいいか。お、あと一日だね、なるほどくん。そうだな。さあ、休んでる暇ないよ。出かけようよ。星掛法律事務所。次回行きましょう。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。レイでした。またね。またな。逆もありだね。声高めだね。